アラペコアザラシと申します。三国志14、難易度は極級、シナリオは2円の思惑、選択君主は曹操。第11回を始めさせていただきます。前回は演術軍の露光、劉備軍の光陵を奪取し、無謀にも草加で長江を渡っているところで終了となりました。それでは今回どのように進んでいくのか、お時間ございましたらぜひお付き合いをお願いいたします。光陵が小規模なのか、全然内政できてなかったんだな。ちょっと待てよ、光陵には5万しか入れないんだぞ。12000、21000、33000、45000、ここまでは入るけど、ちょっと利点は入れない。ちょっとここで一度待機だ。心得た。焦るところだったな。さて、それでは光陵付近の官たちがどう動くかちょっと見ていきましょう。使者がお待ちです。もちろん拒否です。で、こちら劉海さん、あ、忠誠88、いいですね。頼むぞ。よし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 。で、エアに引っ込んできますね。お役に立ちましょう。歩は取られちゃいましたね。まあ仕方ないでしょう。魅力を尽くします。頼むぜ。お、パルティアからの使者が戻ってきましたね。また次攻撃出していきましょう。お、演術を名手として反曹操同盟、反曹操連合ですね。まあ、ご報告いたします。これは降伏勧告させるにはちょっとことるですね。要は曹操と劉備が連合を組んだっていうことですからね。ではまず光陵から出撃です。呂布、長陵、光順、関連、関水、加古へ。で、呂布天下無双聖者、両来、で、両来、で、肝心、投石と。で、全軍率いていきましょう。1万2000でいいかな。1万2000。これだと1000か。じゃあ1万1000でいいでしょう。1万1000を率いて、まずは落としやすい調査行きましょう。調査も小規模か。演術全然内政できてなかったんだな。で、ここまで進軍です。者ども、出陣だ。で、さらに、関水と加古へ。今回は関水だけ、いや、やはり加古へも連れていこう。関水と加古へ失踪コンビで、関水でここを山を通って裏の県庁まで行きましょう。で、花公園はずっと進んで南の歩を抑えに行きましょう。腕が鳴る。これで調査の周囲の歩は奪えることになりますね。で、光陵に輸送入れましょう。で、トービンさんが輸送を出していると。あとはここの軍が動いてきて光陵に攻めかかられたりとかしないかがちょっと心配だな。ちょっと移動呼び寄せしとくか。統率の徐光と書く、この二人兄弟ですからね。ちょっと入れていきましょう。向かおう。蔡宗にはまだまだつかないですね。もうここは持久戦というか、そんな様相を呈してきましたね。ちょっと輸送はどんどんね、ちょっと兵糧入れていきましょうかね。じゃないと持たない、この戦いに。で、あとはトータクがうまい具合でアテンドしてきたので、ここで分離と。やってやろう。で、ホウトクはここに入りましょう。任せて、呼んだか。で、コーチは一旦ここ。任せろ。で、チンキューがそのまま傭兵下に攻撃と。そんな感じでいきましょう。これで多分出てこないと思うんですよね。ではちょっと傭兵館周り見てまいりましょう。漢中とかから出撃してこなければ勝てますね。まあ出撃してきても董卓がいますからね。ようやく蔡宗は近寄ってきましたね。
そしたらこの主力の軍、この歩を押さえて、ここの部隊でここに建設砦で建てましょう。承知。ちょっとでも兵糧消費抑えよう。でここに進軍と任せよ。これでいいんじゃないか。なんだ。宗人はここに行ってここに建設砦だな。心得た。うん、これでいいでしょう。であとは各家が周囲の歩を奪ってくれるのをちょっとね待っていきましょうかね。うわー、ええやん、5万か。これは厳しいな。かといって考慮小規模なんだよな。あと2万ほど動かしとくか。おや、さてそれではええやんから出てこないか見ていきましょう。5万なら出てきてもおかしくない。出てきてないですね。2万で3万でちょっと上限超えちゃうけど2万入れちゃいましょう。漢中から出てきたぞ。これは傭兵館を守る部隊ですね。早いな、超費早いよ。もうぶち当たったか。こちらをご覧ください。いやいやいや、早いな。3つの歩の効果を受けてものすごい能力になってるぞ。これは傭兵艦攻め失敗したな。異民族の武将とかも入れるべきだった。今さら遅いな。いやー、異民族部隊ちょっと呼び寄せとくべきでしたね。向かうとしよう。これはまずいことになったぞ。心より感謝いたします。トータクを下げるか。トータクをここまで下げよう。このように下げよう。任せてもらおう。さてさて、それではまずアンテの様子見ていきましょう。出撃してくるか。あー、出てきた。ただそんなに恐ろしいメンバーではないですね。これだったら徐行と角がつけばなんとかなりそうです。であとは再走、砦ももうすぐ完成しますね。となると問題になるのはやっぱり傭兵館か。いやー、これはまずいぞ。全然減ってないぞ相手は。よし、芝居が仲間になった。一旦接敵すると全然ダメだな。ちょっと近寄りすぎたか。やめよう。一旦長安に退避だ。心得た。トータクなんとか逃げてくれ。もったいのうございます。傭兵館攻略戦はこれで諦めよう。一旦残念だ。周囲の歩をせめて武藤を取ってから行くべきだった。じゃないとね、ちょっと傭兵館を攻略するのはね、かなり骨が折れますね。いやー、いっそのことこのルートで行ってもよかったな。安陽か。なるほどね。石岩を取って、安陽を取れば、包囲占領発生するんですね。そしたら次回の攻略ではそうするか。この投石と、あと眼光部隊はね、もうとっとと長安に戻るようにしましょう。で、ゴランたちが来たと。そしたら、光陵から、まあ、近寄ってきたところを平坦切ればいいですね。水耕使える方は、徐行だけか。まあ、龍海と半林が長打を使えるので、そこそこ早いので、それで使うかな。それとも呼び寄せで、芝居とか呼べるから、ちょっと呼び寄せましょうかね。向こう。さてさて、それではこちら傭兵館攻めの部隊が退却するのを見ていきましょう。うわー、一撃か。これは追いつかれるだろう。どうだ、一進一退だな。まあ多分なんとかギリギリ戻れるでしょう。おっと、カンネがなぜか平坦切れてる。どうした？ちょっと、なんだ。高順で平坦をつないでいきましょう。なんで平坦切れた？任せてくれ。
あ、変なルート通っちゃったんだな。高順だとダメか。そしたら高順はここまで行って褒美か、旅夫で兵端をつないでここまで行きましょう。いやー、せっかくの投石台の士気が下がっちゃいましたね。でここも投石台できたと。一応配備についておきましょう。うん、これでいいんじゃないか。どうした？やろう。ただいま。任せてください。蔡宗はどういう武将がいる？わ、テーフがいるな。テーフ、都州、旅藩。うん、テーフぐらいですね、怖いのは。奉仕使えるのはサイ君か。サイ君だったらそう怖くないな。もうこうなったらこのまま行くか。サイソーは3つの負の効果を受けてますね。せめて武将を奪いたいな。せめて武将ですね。ちょっと各家があまりにも平坦切られすぎてるので。なんだ、もう行く前提で巨匠もこっちにやるか。ごきげんよう。任せて。どうした、うん、でこちらゴランと長英が来てますね。そしたら光陵から出撃で徐光と角とりあえず出していきましょう。徐光が長駆直入で角が眼光、いや方円でいこう。これで爆城まで進みましょう。であと芝居も来たら芝居も光陵から出していきましょう。では進めていきましょう。光陵防衛戦です。とりあえず信頼効果で能力は上がってるとはいえ、まとぼり奉仕とぶつかるのは結構怖いですね。そしたら核で何でしょうか。こちら駆け入れていきましょう。かしこまりました。命令かな。で攻撃と。承知した。砦の範囲内に入ってないのがまだいいですね。でこちら追いかけられてるのはギリギリなんとか逃げられそうかな。これ書くかダメだな。ここまで行こう。心得ました。で武将を落としたら、武将を落としたらもう再走行こう。書くかがそうじゃないと死ぬ。さてさて、それではこちら徐光たちの争い見ていきましょう。いや変なところに弓矢倉と砦が残されてるからね、ちょっと厳しいですね。よし、火が入った。我が十作は有象無象とは物が違う。いいんじゃない、この効果2000のダメージで。伝陽も来てますね。ダメだな。あー、サレイさんが亡くなっちゃったか。呼びました。そしたら各家でここまで進んで家計と。一切承知。で徐光はここまで行って攻撃と。任せてくれ。まあちょっと弓矢倉の射程には入っちゃうけど仕方ないですね。で追いかけっこはなんとかギリギリうまい具合にいかけながら追いかけっこやってますね。いやー、武将を取ってから突っ込みたいが、蔡宗の軍がどんどんいや焦るな焦るな。蔡宗の軍が増えてるからこそ焦っちゃダメですね。で光陵に対して軍が大量に出てますね。常陽から、今常陽に武将いないのか。とんでもないことになってんな。一人ぐらい欲しいな、いくらなんでも。それでは光陵から芝居出していきましょう。砲炎で新規妙算出して、こちら港をね抑えに行きましょう。出陣だ。今さら間に合うかな。部隊が来てるんですよね。そうか。いや本当にマジで
5を吸収してるはずなのに。さてそれでは進めていきましょう。それだったら放映間に合いますね、きっと。いいよ、ジョコが電より一騎打ち、いいですね。92、72、ここは飛ばしていきましょう。いや、打ち取るなよ、できれば捉えてくれ。うん、ダメか、傷を負わせただけですね。で、ゴラン撃破で、いいですね。まあ、弓矢倉は1しか与えないからいいですか。ちょっとね、もう無視していくしかないですね。で、デインヨは家計が入ってますね。そしたらで、あのジョコはここに移して弓矢倉の射程をかいくぐりましょう。わあ、カウンが来てんのか。いや、これは厳しいな。いいですね、いい具合に逃げてますね。ただ超、これ超飛は奉仕だから多分引っ張られちゃうだろうな。9000に減ってるってことは宝徳もちょっと壊滅するだろうな。まあ仕方がない、中途半端な軍で出した僕が悪い。さてそれでは関羽たちが来るか見ていきましょう。これで電陽さん壊滅、よし捉えた、素晴らしい。で、あと関羽たちの動きですね。これ後ろから兵隊切ったりしそうだな。いかがした。なかなか厳しい状況になってる。これこちら2人で港まで抑えに行きましょう。で、あと光陵から長打でいいや、龍海さん。あんまり歩兵担当動かしたくないんだけれども、裏から回って医療を抑え、ここまで行って兵担を切っていきましょう。出陣だ。あー、閣下が壊滅しちゃいましたね。さてそれでは調査方面ですね。もうこれは突っ込んじゃって大丈夫でしょう。長領がまっすぐ行って攻撃、余夫もまっすぐ行って呼んだか攻撃、任せろ。高順がこちらで攻撃、関連はここまで行って調査に砲撃を加えていきましょう。それでは調査に向けて進軍開始です。あー、1万出てきた。郊外か、役に立とう。でもこれであれば、ああ宝徳が捕まった。逃げてくれるのを期待しよう。甲冑たちは大丈夫かな。甲冑たちはもうここまで逃げれば大丈夫でしょう。あの長飛も下がってきますね。いやー、宝徳やられたのは痛いな。で、ここで用心と戦ってますね。で、郊外との戦い、呂布が全然動かない。お、呂布が郊外に気打ち、いいですね。まあここは完全に勝てるでしょう。ぶっ飛ばしていきましょう。我が部の前に敵はない。鉄弁でぶちのめしてくれ。いや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 、全然体の大きさが違うよな、甲冑とはいえ。よし一撃、この俺に勝てるわけがなかろう。さあ捉えてほしいが、どうなる。それは無理。ただものすごい落としましたね、士気を。ご報告いたします。いかがだったでしょうか。いやー、董卓を主力にした傭兵艦攻めは、張飛の奉仕によって散々に叩かれ、董卓は壊滅、宝徳に至っては捕虜にされるというね、屈辱を味わった傭兵艦攻めでございました。そして、蔡宗にはようやく、
草加で進んでいた軍が到着することになり、調査に関しては包囲を、ね、進めていくところにまで進んでおります。それでは今回はこれにて終了とさせていただきます。また次回お時間ございましたらぜひお付き合いをお願いいたします。